音楽生活柴須さんの部屋。 皆さん、こんにちは。しばさんです。今回のテーマ。乗り換え購入すべき2年ぶりメジャーアップデート、スタジオワン6新機能徹底解説ということでございまして、今回はですね、普段このチャンネルでも、まあ、メインで使っている DAW ソフト、スタジオワンがですね、約2年ぶりにメジャーアップデートされて、バージョン6になったので、まあ、今回はね、主に新搭載された機能を解説してまいりたいと思うんですが、これあの、バージョン5までのユーザーさんは特にどれぐらい変わったのをアップデートする価値はあるのっていうところがね、まあ気になるところですよね。また スタジオワンユーザー以外の方でもね、ちょっと乗り換え考えてたんだけど、どうなのかなーって、まあ気になっていらっしゃった方もいるんじゃないかなと思います。なので、今回もね、まあどこにも誰にも忖度なしで、そのあたりをズバズバっと解説してまいりたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネル、音楽生活しばっさんの部屋では、作曲、編曲、ソフト音源やプラグインのご紹介など、DTM にまつわる様々な情報を、特に初心者の方にもわかりやすい内容にして、毎週金曜夕方6時に更新しておりますので、チャンネル登録まだだよという方はね、ぜひ右下の登録ボタンからチャンネル登録も お願いいたたしますます月額円の有料メンバーシップそれでは、あの、いつものようにね、ワープで画面の中に参りたいと思うわけですが、これね、あの、最近発覚したんですけど、今年に入って知り合った方が、現役プロレスラーの方で、しかもね、私柴さんが大好きな、あの、えー、本間智明さんの後輩なんだそうです。で、その後輩の方曰く、あの、本間さんめちゃくちゃ優しいんだけど、マジで何言ってるかわかんないだそうです。ということで、今回はですね、えー、本間智明さんのモノマネで、 キャラクターのセリフを言ってみますが一体誰のセリフでしょうかそれでは参ります、は、とぅー。うん、そう、ということで、は、不正解はですね、広角機動隊の主人公、えー、草薙翔さんのセリフ、ネットは広大だわ、でございました。<laughs> ま、いつか機会があったらね、えー、ぜひ、本間さんご本人さんにぶっ飛ばされたいなと思う今日この頃でございます。ということで、本編まいりましょう。今ご覧いただいておりますのが、新しくなった Studio バージョン6のプロフェッショナルグレード。で、この画面はね、まあ、普段あんまり表示しない、Studio のスタート画面なんですね。まあ、Studio ンユーザーの方にとってお馴染みの 画面だと思うんですけどバージョン6になって新搭載機能がねこのスタート画面にもあったりするので今回はねここから始めていきたいと思いますそれでは早速見ていきましょうまずは1つ目スマートテンプレートでこれねスタジオの場合はここに新規というボタンがありますでここからまあさまざまな曲のプロジェクトだったりいろんなテンプレートを展開できるようになっているんですがまずちょっと開いてみますポチッとはいでこれがねちょっとアイコンがまあこれ刷新されたんですけどもここにテンプレートというタブが開かれていますけどここがバージョン6から新しく搭載されたスマートテンプレートのメニューでござい まあ本当に概要はいたって単純で例えばレコーディングとミックスをしたい人はここから開きましょうマスタリングだったりリハーサルパフォーマンスで楽器を選んでまあ今すぐ再生プレイをしたいよっていう方向けあとはまあ単一トラックだったりギターとボーカル録音したいよっていう方向けのテンプレート他にもね最初から打ち込みでビートを作りたいだとかまあ、いろんなテンプレートがあるんですよただこれねまあ最初から文句ばっか言って申し訳ないですけど <laughs> それぞれのテンプレート開いてみても例えばこの今すぐ録音したいっていう場合のギターとボーカル仮に選んで開いてみましょうはいそうするとね こんな感じで、まあ、女性ボーカル男性ボーカルの録音用のトラックでさらにギターのレコーディング用録音トラックでドラムがねこれもパラアウトになってるのかなスタジオに、ね、初期搭載のドラムサンプラーソフトある程度の設定でも立ち上がってくれているんですよでもうちょっと見ていくと例えばここちょっとねこれ表示を変えなきゃいけないんですけどあエフェクトなんかもうすでに立ち上がってますねルームリバーブでまあ確かにねある程度理にはかなってるんですよでもこの設定通りでいい人って果たしてねどれぐらいいるのかなっていうのはちょっと正直やっぱ疑問不 がつくところがありましてまあここからねもちろんカスタマイズして皆さん好きなように使ってくださいねというものではあると思うんですけどちょっと先ほどの画面に戻りますが他のメニューマスタリングであったりだとかまあビートを作成一応ね全部開いてみたんですけどこのままだとねちょっと使い勝手悪いなとかリバーブもこれじゃない EQ もこれじゃないっていう風に自分の使い勝手とね違っていたりするとこのテンプレートってあんまり役に立たなかったりするんですよでプロジェクト開いていくとこちらのね今テンプレートというタブが開かれていますけど右側ユーザーの方に自分で作った曲の テンプレートをここにリストができる機能も搭載されていたりはするので、それだったらまあ悪くないかなと思います。ただね、ここに表示されなくても、自分のパソコンの中にテンプレートを保存しておけばいいだけの話なので、プリソナスのね。ま、ホームページトップメニューから新機能を見ていくと、まずこれが表示されるんですけど、まあ正直ね。挿して重要な機能でもないのかなと思いました。では次に進んでいきたいので、このまままあデフォルトのね。レコーディングとミックス一番オーソドックスなテンプレート開いて進めていきましょう。はいで、まあ空のプロジェクト開くとね。こんな感じになっています。まあこの画面はいつもね。チャンネル。 いいいいたただだてるる方だったら見覚えがあるんじゃないかなかと思いますけどバージョン6になっても基本的にユーザーインターフェースはそんなに大幅には変更されていないようですでここからね具体的にいくつかの新機能順番にね見ていきたいと思いますまずはこれもね気になってらっしゃった方多いんじゃないかなと思いますがビデオトラックこれはスタジオ16最上位のプロフェッショナルにのみ搭載されている機能なんですけどこのね打ち込んだりだとか楽器や歌を録音していくプロジェクト画面の中に1トラックだけなんですけどビデオトラックを直接読み込んで編集できる機能が追加されて たんですまあ試しにまずはビデオのファイル読み込んでみましょうこんな感じにビデオファイルをドラッグしてみますドンとはいそうするとこれね過去に公開した私柴さんのチャンネルの別動画のファイルなんですけどそれがねこんな感じにビデオビューとドラッグの中にもサムネイルがね表示されるようになっていますでちょっと縮尺を縮めてみようと思うんですけどグググっとはいこんな感じでございますまあ再生していくと「音楽生活柴っさんの部屋」 皆さんこんこにちは柴さんです今回のテーマはいこんな感じでね、まあ、内容も確認できるようになっていますでこれね便利なのがオーディオトラックと同じように、まあ、カットしたりね編集が簡単にできるようになってるんですよ例えばちょっとここで1回カットしてみますドーンとでその後ろもドンとでこの部分ここだけを削除したりさらにここに詰めていったりだとかねこういう編集がまあ、ワントラックだけなんですけど簡単にできるようになりましたでさらにこのねトラックのところに1つアイコンがあるんですけどこれポチっと押すとこのビデオトラックの音声部分を別トラックとしてね書き出しして編集できる してくれるんですよ。ちょっとやってみます。はい、ご覧いただけますでしょうか。ここちょっと拡大してみると。 はいまあ、音声ファイルがねこんな風にまあ普段ね我々 d t m が扱っている WAV ファイルのような感じに表示してくれるんですよねもうこの波形表示便利ですよねで今読み込んでいるのは YouTube のねあの喋りも含まれている動画コンテンツなんですけどこれが例えばミュージックビデオ作りたいなとか歌ってみたの動画作りたいななんていう場合にこの波形表示をね音のアクセントで例えばここちょっと拡大してみるとググググ仮にですけどここがサビの頭だったとするとここでねカットしてでここからさらに編集を行えたりだとかこんな風に画像をカットしていって で入れ替えたりもね。できるようになっていたりもします。もちろんですけど、この音声トラックにはエフェクトが挿入できたりするので、こんな風にね。eq をかけたりだとか。まあ、皆さんがお持ちのね。様々なプラグインも使えるようになっています。で、まあ、編集が仮にできたとしたら、ここからビデオエクスポートメニューもね。こんな感じになっているんですよ。まあ mpeg-4 ビデオをほとんど前これで良いと思うんですが、どこからどこまでの範囲書き出すか？みたいなことも指定して、そのままね。youtube にアップできるような動画をまあ簡単に生成することができるようになっています。本格的なね。ビデオ編集複数の映像トラックを。 こう入れ替わわりりり立ち替わりモーフィングさせたととかねそういういことはできないんでですけどでもこれはねまあ動画コンテンツ作りたいなと思ってらっしゃる方にとっては簡易的ではあるんですけど非常に心強い新搭載機能だなと思いましたでは続いて見ていきましょう今度はね表示メニューがカスタマイズできる機能でございますこれね結構地味に便利な機能なんですけどまあどういうことかっていうとこのスタジオワンのグローバルメニューの中に表示というものがありますでここタブ開いてみるとここにカスタマイズというメニューがあるんですねでそこからカスタマイズを編集というちょっとねこれどうなんだろう日本語として <laughs> このメニューからスタ スタ1自体の様々なボタンの表示、非表示、機能やメニューの表示、非表示を自分の好きなスタイルに簡単に編集できるようになったんですよ。ちょっとやってみます。はい、今開いてみましたが、これね、もうすでに私、柴さんが好きなカスタマイズを行ってある状態なんですよ。まずね、このツールバーと書いてあるもの、この一番上の上部のところですね、ここにいろんなね、機能をまあ足したり引いたりができるようになっています。でさらに、インスペクター、これね、例えばこんな風にループを読み込んでトラックを作ったときに、この左側に表示される、このトラックの詳細の部分な ですけどここに何を表示させるかさせないのか限られたこのスペースの中で自分が必要なものだけ表示させるっていうことができるようになりましたあとはこの下の部分トランスポートバーの部分ですねここにも、まあ、ミディモニターパフォーマンス、まあ、自分に必要なもの不必要なものが選べるようになっていますあとは一番右のこのブラウザーこの右側の部分ですよねここにも今ね全部表示させてありますが例えばプールとかショップクラウドはいらないなと思ったらここからね表示を削除できるようになっています、まあ、他のね DAW ソフトダウソフトなんかではね すでに搭載されていた機能でもあったりするんですけどこれやっと搭載されたかなという感じでございましたまあ、本当に地味なんですけど便利な機能ですよねでは続いて見ていきましょう今度はね、可視表示機能これはね、まあ、最上位のプロフェッショナルグレードのみに搭載されることになったんですけど、まあ、どんな機能かというとちょっと試しに簡単なピアノのトラック作ってみます はい、こんな感じでね、まあ、つたないんですけど、簡単なピアノトラックを作ってみました。で、中身を表示してみます。で、このね、ちょっと下のところ、少し表示を広げてみましたが、今ね、この縦バーの部分、ここはね、ベロシティの値が表示されるようになっているんですよ。で、ここに、ちょっと小さいんですけど、歌詞というタブが追加されました。開いてみると、ポチッとこんな感じになっているんですね。まあ、リリックの L だと思うんですけど、で、ここにね、直接、日本語歌詞入力ができるようになったんですよ。ちょっと試しにやってみましょう。はい、今、明日は天気だよという歌詞を入れてみました。で、じゃあ、これが何なんだって 話なんですけどこのねスタジオはプロフェッショナルグレードには5000歩楽譜スコアの表示ビューがついているんですねこれちょっと開いてみますポっッとはいでちょっとご覧いただけますでしょうか明日は天気だよがこの譜面の中に表示されましたよねでこのスコアビュー譜面ビューってそのままプリンターでねプリントアウトできるんですよこのね印刷ボタンがあるんですけどこのままね接続されているプリンターに送ってリアルにプリントすることができるようになっているんですよねこれあの全ての方に必要だとは思わないんですけど本当にこういう機能欲しかったー そそうそうっていう方にとってはね、もうめちゃくちゃ便利な機能なんじゃないかなと思います。ではまだまだあるのは次々見ていきましょう。今度はね、新搭載エフェクト、ボコーダー。はい、えエフェクトの見た目としてはね、こんな感じになっています。で、このね、ボコーダー、ちょっとね、仕組みがわかりにくいので、まあ、ボコーダー全く知らなかったよ、わかんないよっていう方にもね、ちょっとわかりやすく説明してまいりたいと思います。このボコーダーっていうのは、ボイスコーダーの略なんですけど、めちゃくちゃ簡単に言うとね、2つのトラックを掛け合わせて、それぞれの要素を持った別の音を作るためのエフェクトだと思って いいただければ良ですかね具体的にはなんですけど例えば上ボイス下申請というふうに2つのトラックがありますがこの上のボイスというトラックの方にこのボコーダーは挿入されていますでまず上のこのボイストラック私柴さんの声を録音してあるんですけどどういう声が録音してあるのかちょっとね先にお聞きいただこうと思います。 はいいこんな感じででございますでもう一つ下の「シンセ」のトラックがあるんですけどこちらもね先に再生してお聴きいただこうと思います。 はいまあ、よくあるシンセの音で「どちらソファミレードドレミファソラシド」という音程が入力してありますで少しだけややこしい説明していきますがまず今お聞きいただいた私柴田さんの声の方にこのボコーダーを立ち上げておきますでこのボコーダーはサイドチェーンで他のソースをね受信できるようになっているんですよでこのサイドチェーンの上にちょっと開いてみますけどポチッと、はい、先ほどのシンセのトラックありましたねこれを受け付けられるように、まあ、要は直接接続できるようになっているんですよねなのでシンセの出力と接続しますポチッと はい、でこうすることでこの柴田さんの声トラックに立ち上げられたボコーダーエフェクトにシンセの音が送られるというちょっと複雑な設定ができましたでこの状態で再生するとどんな音になるかっていうと音色はさっきの私柴田さんの声なんですよでも音程はこのシンセで入力された「ドシラソファミレードドレミファソラシド」っていう音程がなるはずです一度再生して確認してみます「 はい、お分かりいただけましたでしょうかこんな感じでね、ボコーダーというエフェクトを使うことで、音質はこれ、音程なんかのコントロール情報はこれ、という、面白いね、まあ音作りというか、エフェクトができるんですよね。で、これまあいろいろプリセットもあってね、使ってみたんですけど、結構ね、面白いんですよ。まあボコーダー欲しかったよっていう方、まああんまり多くないかなと思うんですけど、もう好きな方にとっては、本当にね、待ってましたっていう、まあ、待望の新機能だと思いますし、知らなかったよって方にもね、まあぜひいろいろお試しいただきたい、これね結構今有料級の本格的なボコーダーエフェクト、 だなと思いました。では続いて見ていきましょうこちらもね浸透載エフェクトディエッサーこのディエッサーというエフェクトは人の歌、まあ、声なんかを録音した時に日本語で言うと「作業」「指しすせそ」を発音するときにこのね歯と歯の間を息が通り抜ける時にスッと。 というちょっとね耳をつんざくような不快な音が混じっているんですねその音のことを専門的には視察音と呼ぶんですけどもその視察音のみを除去するためのエフェクトがディエッサーなんですねで試しにここにね新しくピンクのトラックを立ち上げてありますがこれは私柴さんの声「サシすせそ」という発音を録音したものですでこれディエッサーありとなしでどんな違いがあるのかっていうのをちょっとお聞きいただこうと思いますさしすせそさしすせソ はいお分かりいただけましたでしょうかでこれねさらにもう一つ便利なのがここにね「リッスン」というボタンがあるんですけどこれをオンにすると、はい、そうするとね削除した側の視察音の音の方だけを確認できるようになっているんですよちょっとこのモードで聞いてみましょう はい、こんな感じなんですねでこれね今本来はこれをね聞きながらどの辺の周波数まあ結構ね高周波なんですよ 4K とか 5K とかまあ男性女性で若干この部分も違っていたりはしますしあとはどれぐらい抑制するのかしないのか歌物を扱っていくには必須と言えるような重要なエフェクトが新搭載されたのでこれもね守っていない方にとってはありがたいアップデートかなと思いましたでは続いてこちらを見ていきましょうスタジオはまあ、アーティストグレード以上に搭載されているプロ EQ これがねバージョン3にアップデートされましたでこれね今回 今回のアップデート本当にねすごいなと思ったのがこのね5つのそれぞれのポイントにダイナミックモードが追加されたんですよはいこんな感じになので今回のアップデートでこの EQ はダイナミック EQ に進化したんですよねこれね今回のバージョンアップの中でもう私はさ一番の衝撃でしたかね、まあ、これまでダイナミック EQ に関してねあんまり言及したことがなかったので、まあ、ちょっと簡単にここでも説明しておきたいと思うんですがこのダイナミック EQ っていうのは例えばですけどこの緑色のポイントこれまあ通常この帯域の音量をまあ上げたり下げたりする ために使うわけですが、例えばここでダイナミックモードをオンにしてあるのでこの体域で鳴っている音の中に極部的にコンプレッサーの機能を与えることができるような感じというべきでしょうかねこのダイナミックの部分を少し調整してみると例えばこんな感じに上げたり下げたりができるようになっているんですよでそこにはスレッショルドという要素があってこのレンジとスレッショルドと、まあ、ほぼコンプレッサーの要素なんですけど、まあ、実際に、ね、リズムトラック再生しながらどんな効果があるのかっていうのをお聞きいただきたいと思います、はいまあ、ループ再生しててみるるとこんんなな感じになっているんですね。で 例えばなんですけど、まあ、このミッド中音域の辺りでしょうかね 1K2K ぐらいのところここをね、えー、EQ のポイントでピーク持ち上げてみようと思いますこの体型は今持ち上がりましたよねなんですがこのドンドンドンと、えーまあ、スネアだったりキックだったりのアタックがここで発生していると思うんですけどこのアタックの部分がドンドンと上がっている時だけ 少し抑制したりができるんですよ。はい。お分かりいただけますでしょうかここだけね、コンプレッサーが働いているような感じになるんですよね。この帯域を持ち上げはしたんだけれども、その中でも音量差が発生しますよね。なので、持ち上げたいんだけれども、その部分の音量差を抑制したいっていう時に、このダイナミックモード。 ダイナミック EQ の機能が使えるんですよねこれはねぜひダイナミック EQ まあ、使い方講座なんかをね別の動画でこれから解説してまいりたいなと思いますが通常のイコライザー EQ ではできないことができるようになりましたまたさらにマルチバンドコンプレッサーを使ってもねまあ、同じようなことはできるんですけどこのダイナミック EQ の方がよりピンポイントに細かく繊細な調整ができるのでこれはね本当に私はさあのとても嬉しい万々歳な機能が追加されたなと率直に思いましたでここからはねまあスタジオ自体のの、まあ、基本機能のバージョンアップの部分 ちょっとと見ていいきたいと思うんですがまずはトラックプリセットという機能これね、まあ、簡単に言うとトラックの音量だったりエフェクトの設定なんかをもうテンプレートとしてそのまま保存できるっていう機能なんですよこれがねまためちゃくちゃ便利でした、まあ、ちょっとどういうことか簡単に説明しておこうと思うんですけど例えばこれ先ほどねボコーダーの説明でご覧いただいたトラックなんですが仮にこのボイスの部分、まあ、今ボコーダーが立ち上げてあるんですけどここに例えばさらにまィエサもちょっと立ち上げておきましょうディサーの設定もあ,ある程度自分好み に調整ができたとしますでこの状態でこのトラックの設定をこのね右クリックのメニューからトラックプリセットとして保存ができるんですよちょっと試しにやってみましょうこっちとはいでプリセットの名前はボイス用テンプレートこのまま ok して保存しますで今度はトラックを立ち上げるときにこれも右クリックメニューからトラックを追加でトラックプリセットロードというメニューがあるんですけどこう開くとはいそうするとさっきのボイス用テンプレートと書いたプリセットがもう表示されているんですねこれが選ばれた状態で ok して開いてみるとこれちょっと色が 同じなのでで分かりにくいんですけど上が先ほど保存する前の状態のもの下がテンプレートとして保存したものを開いた状態のもの内容を見てみるとこれ全く同じなのがお分かりいただけますでしょうかこんな感じでね自分のトラックの設定を丸ごと保存してプリセット化することができるんですよで今ご覧いただいたのは単体トラックまあ、1つのトラックだけだったんですけどこれをね複数同時にテンプレート化もできたりするんですよこれはめちゃくちゃ便利ですよねまあ時短になるというかお仕事とかね学校行きながら制作をしている、まあ、忙しい d t m の方々にはとても便利 なななな機能なんじゃいいいかなと思いますはい、では続いてさらに見ていきましょうパンニングのモードが新搭載これねめちゃくちゃ便利でした、まあ、一番分かりやすくするためにピアノのトラックで見ていきましょうかねはい今ねピアノの簡単なトラックを作ってみましたでミキサーを立ち上げましてこのねパンナーの部分まあ、右にするとピアノの音が右に振られて左にするとピアノの音が左に振られるっていう、まあ、オーソドックスなものなんですがここをね右クリックするとこチちとはいそうするとねこのパンニングのモードが3つ搭載されたんですよ まず1つ目がバランスモード2つ目がデュアルモード3つ目がねバイノーラルモードっていうものなんですけど今選ばれているバランスというモードは、まあ、これまで通りのね通常のパンニングモードですで通常のパンニングモードって右と左に振るとどういう音になるかっていう例えばですけどちょっと再生しながら右に振ったり左に振ったりしてみます はい今お聞きいただいたようにこのモードってね実はどうなってるかっていうと右に振った時に音が右に移動するのではなくて左のチャンネルの音がね小さくなっていくだけなんですよ。まあ、逆に左に左左振ったらこれ左に音が移動するわけではなくて 右チャンネルの音がどんどんん小さくなっっってていいくうだけだけたんですねなのでこの通常モードで一番不便だなと思うのは例えば仮にこのピアノの音リアリティのある音源でね左手の低音が左チャンネルから聞こえるようになっていて右手の高音の演奏が右チャンネルから聞こえるようになっているものもね多くあったりするんですよでもこのバランスモードで左右のパンニングを動かしちゃうともし右に振ったとしたら左の低音の音それが単純に削られるのでなくなってしまいますよ これってめちゃくちゃ不便だと思うんですよでも今回新搭載されたモードはデュアルモードこれが非常に便利なんですけど例えば左に振ると右の音も左の音も左の方に移動したように聞こえるんですよちょっとやってみます はい、こんな感じです今までのバランスモードとは違って左右のパンニングをした時に失われる音がねほとんどないわけですよもうそのまま左右のバランスが保たれたまま右左にね音が移動してくれるので特にミックスの時なんか非常に便利ですよねしかももう一つね便利なのがデュアルモードにした状態でクリックしてマウスを上下に動かすとこのね左右の幅自体を広げたり狭めたりしてくれるんですよまあ厳密に言うと元々持ってた左右の広がりを狭めていくっていう方向への調整しかで できないんですけど例えばこんな感じにこの状態で左右に振ることができますもう一度聞いてみますはいこんな感じですまあプラグインで代用できるものもあったりはするんですけどこれが基本機能として搭載されたのは本当にありがたいなと思いましたでもう一つのモードバイノーラルこちらはねどういうモードかっていうとっ た方に音が大きくななるっていうモードなんですよ。人の声 ASMR かな大きすぎない状態で人の声をちゃんと録音しておいてまあささやき声とかですよねそれを左右に振っていったりすると本当に右耳に左耳に近づいてくるっていうようなね状況が再現できますしこれもオートメーションで自由に左右の動きを書いたりもできるのでもうめちゃくちゃ便利ですよねまあ、こんな感じで待望のねパンニングモード新しいものが搭載されたのでぜひね手に入れられた方はお試しになってみてくださいはいということでまあ最後にね総評としてなんですが これね、ちょっとご覧いただきたいんですけど、まあ、公式でね、発表されている価格帯、9バージョンの、まあ、スタジオワン、1から5のプロフェッショナルをお持ちの方だと、これね、全員一律で、1万9800円という金額になるんですよね。まあ、私、柴さんもこの金額で購入しています。なんですが、これね、ちょっと逆に考えてみると、例えばですけど、今回、6にバージョンアップしなくても、おそらくですけど、さらにこの次のバージョン7が出たときでも、この価格表から考えると、同じ金額でアップデートできる可能性がありますよね。なので まあ今回ご覧いただいたまあ新機能なんかに19,800円以上の価値があるなと思った方はぜひねバージョンアップしていっていいんじゃないかなと思いますが逆にそうでもないなと思った方はここで無理してアップデートしなくても良いんじゃないかなと正直思いましたまあ私芝さん個人的にはねさっきご覧いただいたあのパンニングの新モードだったりだとかあとトラックプリセットそしてえープロ EQ3 あのダイナミック EQ になったものですよねもうねこの3つだけでね2万円の価値はもう十分元取れたかなと思いましたがこれねまああのそれぞれお使いになってら ユーザーザさんのののの価値観次第ででももあるとと思思うのでぜひねねごご自分の使いいい方に合わせてこの辺りも、ね、ご考慮いただければなと思いますそして、えー、この後のね続き動画、有料メンバーシップの方では、ちょっとね、まあ、ここまで好き勝手というか、まあ、文句ばっかり言ってしまった部分あったんですけど、とはいえ、まあ、今ね、私、柴さんがメインで使っている DAW ソフト、まあ、曲なんかもね、ほぼこのスタジオワンで作ってるんですけどこう、ね、新機能だけじゃなくて、もこれはね、本当に手放せないなって思う、私、柴さんのお気に入り機能や使い方であったり、あとはね、キューベースだったり、ロジックなんかと比較して、まあ、どこがね、どういうふうに優れているのか、 っていう部分を含めて、まあ、このあたりの、ね、メニューを軸にもう一歩、ね、踏み込んだというかなかなか、ね、無料動画で言えない見解なんかもお伝えしていければなと思いますのでぜひ、ね、メンバーシップにご参加いただいている方はそちらも併せてご覧くださいということで今回も最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうそれでは皆さんさようなりご視聴ありがとうございました チャンネル登録もよろしくお願いします。